なんか猫ばばしてるとかそういうことはそのなんかたまにボートとか行って行っちゃおうかなこれとかいう時はなかったんですか。いやあるよそれはある程度土俵も作れるような大きさの物件ってさ別にそのなんていうの今行ってこいよじゃあえ皆さんこんにちは、高取樹です。よろしくお願いします。なんかさ笑い話なんだけどだからこうなんていうのもう1年経ったんだよね。1年も過ぎました、うん、1年経ってだからその YouTube の収益で土俵作ったりするとかいう話はしてたじゃない、はい、でもこれ土俵は作ってもだからそれに持っていく場所がないんだよね、うん、あとちょうどコロナも重なってしまって、うんうん、そうそうそう開発チームとなかなかうまくそれでなかなかうまくいかずにそれは本当にマジでやってるんだけど掘りにしてるだけだからだからそれを猫ほわしてるとかそういうのってちゃんとお金取ってるから取ってるしもうあの本当に半分はだからやっぱりそういうこの写してる人のとこにもうあの一応経費として渡すしあとやっぱこう出てきた人にお礼とかも渡したりもしてるからまあまあそんな全部は全部は残ってないけど、まあ、残ってる中でやっぱ土俵を作るのか土俵でそういうのができなかったらあのなんていうのこの前言ったようにそのこう社会人野球を社会人野球じゃごめんごめん社会人相撲を作って社会人野球なんかできない肩痛いとか言って社会人相撲をしてで子供をこうやっていくとそれやっていこうと思ったら俺だって今の収益じゃ足らないからね最低これ3000万ぐらいいるから3000万出してくれる3000万いるからさ頑張ってそうそうそう3000万は最低いるからさその土俵を作ってそれでそこにこうなんていうの焼肉屋してみたいな、うん、そういうふうな形のその物件もずっと探してるからだからそれなんか猫ばばしてるとかそういうことはそのなんか YouTube で言ってたけど誰か言ってたんだよね。それはあのそんなことはしないからだから今何をやろうかっていうことを考えてるから俺がだから YouTube でやっぱりこう正直な話金儲けをするつもりはさらさらないですよ。お金儲けしようと思ったらだって今だって焼肉やってるでしょ、うん、焼肉やっててであと焼肉何店舗もやってるわけじゃないであとなんだっけバーベキューの仕事もしてるわけじゃない、はい、バーベキューのそのバーベキューにもう肉をこう売ったりとか、うん、あとまあ今回コロナでいろいろできないから、うん、そのなんていうのそういうイベントとか全部、はい、フードフェスみたいなそうそうそう年間100回ぐらい行ってたんだよ俺ほんと冗談抜きで知ってる知らないじゃん何回知ってるとか言っていやだから行ってて利益上げてたのよ子供も手が離れたし、うん、借金ももう返すなんていうのその銀行の借金はあるよたくさんうんでもそれぐらいだよねだから別にそんな YouTube でその金を猫ばばしようとかそういうのはないからねゴンザレス分かってるよねえ、まあ、YouTube で儲けようっていう気はないってことないないそうそう儲けようっていうよりもそれをうまくあの相撲のために活用したいなっていう、うんうん、とあるからだから活用しようとしても意味のないことやってもしょうがないじゃん、うん、だから土俵作ってこう日本全国回したいなと思ったけどそこまでだから需要がなかったよねそうですね、うん、コメントにもそこまでは来なかったってあとまあ、うん、やっぱりどうしてもコロナが大きい影響があって部分はありますね、うん、だからまあまあちょっと本当にあのそれもやるつもりでいるからそんなあの、ね、本当にそういうこと言われたらちょっと俺もあのショックなんでそれは待ってもらいたいよね、うん、なんでそういうのが来るんですかねえいやでも
ああ、そう、やっぱ言った手前さ、嘘じゃないから、うん、それにやっぱりこうね、本当にそれでお金儲けしたら、お金儲けっていうかそういうのなんぼかもらうのもちょっと俺としてもやっぱこう、こう尺に触るとか忍びないとかそういうのあんのよ、うん、そういうのだから結局悪口じゃないけれども、だってこう実名で出してるわけだから、はい、実名で出される方はやっぱり気分はいいもんじゃないじゃん、うん、気分いいいいもんじゃないじゃん、うん、こんなやろうと思ってる、それを全部受け止めてやってるわけだから、うんうん、全部ね。でも結局それがだからやっぱりこれが俺が嘘言ってんなら名誉毀損で訴えるよね。そうですね、うん、この際僕らからなんかちょっと質問があるのは、うん、なんかたまにボートとか行って、うん、ちょっと行っちゃおうかなこれとかいう時はなかったんですか。いや、あるよそれ全部。でもそれは使えないじゃない。それはそこはやっぱどうしても、そこは自分のお金でやるし、はい、うんうん、だから早くねしたいんだけど、これ焼肉の物件もさ、ある程度土俵も作れるような大きさの物件ってさ、別にそのなんていうの、わざわざさ、だここはやっぱ両国なわけだから、清澄白河なわけだから、近い方がいいじゃん、家から近い方がさ、うん、だってこれがだって品川とかさ、うん、あのなんていうの、世田谷とかだったらちょっと苦労ですもんね。うん、だからそれはそこその場所に物件があるって言われても無理だけど、うん、やっぱできればチャリンコで15分ぐらいで行けるような距離にあった方がいいよね。それでやっぱこうそこでこうね、自分のこうやりたい焼肉やりながら、うん、でなんてかっていうと、やっぱり嫌なことしても面白くないじゃない。だから好きだからやってるだけだから。うん、だから思ったことをやりたいなと思うのは、だからどういうことかって言ったら好きだからやりたい。うん、好きでお金儲かればいいよね。うん、この近所だと、お車部屋が近いじゃないですか。うん、閉鎖になるじゃないですか。うん、その跡地を。あそこ、いやいや、今行ってこいよ、じゃあ。えっていうか、家賃めっちゃ高かったりしてるね。そこで焼肉屋して、おもろいけど、おもろいけどさ、じゃあすいませんとかで焼肉したんで貸してくださいって、家賃じゃあどれぐらい？しただけでお願いしますとか、まあ、そんなさ、そんなふざけたことばっかり言ってたら怒られるよ本当に。どっかいいとこないのかな、うん、俺のさ、俺のこう焼肉屋もやってたら多分ね、多分やっぱカルビとか和牛カルビとかさ、タンとか500円で出すから結構意外と入りそうだけどね。それでもう目玉でたもんね。目玉それで場所が悪かろうがわざわざみんな来てくれると思うけどね。だからどっかのなんか鉄工所の跡地で、だからね、ちょっと内装だけして、で土俵作ってさ、で、うん、厨房だけ作ってさ、でちゃんとやっぱ保健所がちゃんと降りてちゃんとできるような形だったら、やっぱ2,000〜3,000万ぐらいかかるもんね、うん、ドラゴよりかも広くないとダメなんだよ。ドラゴで40坪弱だから、だから最低だから4メートル50の土俵がすっぽり入って、なおかつ外に3メートルぐらいの、うん、3メートルまでいかないか、2メートルぐらいのこうある程度こうそれがないとできないよね。1階じゃないとあれですね、土俵がある。そうそう、1階じゃないと砂が落ちるじゃん2階の人で。うん、だからまあそこのとこだよね。あとやっぱ砂を入れたらもう
何トン何十トンってなるわけだから、その2階からさ、いきなりさ1階の店でさ2階に砂置いてさやってて、ドーンと落ちたらどうなる、お前大事件になっちゃう、天井も抜けそう、天井抜けたら天井抜けたらどうなる、もうそんなの下に人がいなければいいけど、いたらもう大惨事だよ。だからそれを考えるとやっぱ1階だよね。昔さ、昔土俵は新鮮なもんだっていうことで、だから今みたいにこう土俵があって上にマンション建ってるとこあるじゃん、いっぱい。でもまあだから時津風なんかは1階あったら1階の上はもう全部2階にはこう住まないとかね。いや今は違うよ、昔ね。でうちの西の隙部屋ってあったのね。西の隙部屋ってさ、あの1階が大体軽土俵が多いじゃない。何階にあったと思う？じゃあ1階じゃないですか？1階じゃない。地下？違う。4階にあったの。土俵が4階？4階。昔はだから土俵の上はだからもうだから住んじゃいけないみたいな。そんな形だったから。で住むなら土俵の上じゃなく下。そうそう。だから4階にこう相撲部屋があって、で3階が若い人の部屋で、に若い人の部屋と風呂かな。で2階が関取衆の個室で、1階があの事務所。やっぱ長年経ってきたら上から砂がポロ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 落ちる。4階の砂が3階に落ちる。だからまあできるかできないかって言ったら、まずだって土地も探さないかんしさ、土地も4ヶ月も5ヶ月も探してるもんさ、なかなか運数に行ってこないもん、うん、それぐらいの土地があったらもうすぐみんなマンションの上に建っちゃうよね。誰か貸してくれる人いねえかな、ほんとな。もう焼肉あんまりやりたがらないあの家主も多いし、相撲部屋もやりたくないっていうのもいっぱいいるからね。それは浅野山と秀の海じゃ、秀の海は株式会社相撲協会としたら、うん、今回の違法カジノ損失なんかそんなないやん。でも株式会社じゃないから、うん、だからだとするなら、うん、